はい、じゃあ次のステージはあと5分です。もうちょっとお待ちください。
曲はね、実はあのおじさんたちしか、おじさんおばさんしか知らない田山雄三というね、はい、スターが去年引退したんですけど、この人はね、14歳の時、だから10年ぐらいの時に作詞作曲して出来上がった歌。へぇ、そうだったんですね。初めて知りました。ねえ、大したもんですね。これが大好きでね、バージョンがちょっと今日は戻ったんですけど、作曲に選ばせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました、はい、じゃあね、どんどん行きますけど、本当30分ぐらいのステージですので、よかったら手拍子とか知ってる歌があったら歌っていただいたりして楽しんでいただければと思います。はい、では次の歌は、さっきちょっとリハーサルやってましたけど、そうですね、あの歌ですね。あそこ乗れない。はい、じゃあルージュの伝言お願いいたします。始まるよ、なんか。救急車に乗らないように。
そうですね。さあ、では参りましょうか。はい、3曲目になってしまいましたね。はい、これはね、あの前回7月21日ヒット、スタイストの芝居の1日に対しては弾けなかった歌なんです。そうですね。数年前まで毎年毎年この歌が好きで、やっぱり夢を持っていこうぜっていうね、僕らキャッチでね、生きていきたいと思ってます、ね、いつでも夢をという歌です。よろしくお願いいたします。お願いします。ちゃんの声を入れて聞けたね。これだけスターがね、忙しかった。今、アマちゃんなんていうね、あの再放送やってますけど、よくね、流れてたの、全部頭に走ったんですよね。そうですね、CM を使われたりもされてますからね、聞いたことある方もいらっしゃるかもしれませんね。ちなみに、さんが今度、新作を出られるんですか。あ、新作の映画ですか。そう、こんにちは。大泉洋さん、そうそうそう、山田洋次監督の新作、ここのシネパルでまた公開しますので、よかったらね、今度綺麗になりましたんで、どうぞ、よいしょで喋ってますけどね。
画は大好きです。皆さん映画を見ましょう。はい、ちょっと座布のお話になりましたけど、だんだん終わりの時間が来ましたけど、この次はね、実は新曲なんですよ。我々この何日間こればっかり練習してて、朝のテレビドラマで何だっけ、はい、ランマンですね。ランマンって見てる人もちろんですか、皆さん、ね、朝ドラ、ランマン見てる方いらっしゃいますか。だから、あいみょんちゃんが歌ってる歌がね、流れると思うんですけど、はい、これはね、もう近年にない名曲と言われてこれになんかもう、挑戦しようということで、ありがとう、やってみます。愛の花、はい、愛してる、じゃあよかったでしょ、歌って。はい、じゃあ、愛の花、あいみょんの歌でいきます。どうぞ。もし邪魔だったら、大丈夫大丈夫、優先順位があるから。聞いて元気になって出てくるんですけど、ね、これ神木隆之介君と浜辺美波ちゃんが、はい、ね、2人が夫婦役、本当あの美波ちゃんがなんかもう理想の奥様で、ね、そうですね、素敵なお母さんですよね。あんな奥さんだったらいいなって言っちゃまずい。新仮面ライダーなんかですね、かっこいい役やってそうです ね、ま、ちなみに今まで NHK のこうやって歌を歌ったの2回ぐらい、ね、そうですよね。17年のひよっこ、はい、ね、有村架純ちゃん主演のやつ、これスピッツの優しいあの子っていう歌をね、挑戦して歌ったの。この後2019年100作目夏空、ね、見たあります、覚えてます、広瀬すずちゃんが出てて、桑田佳祐の逆ですかね。あ、逆だ。桑田さんの方
か。そうだ、間違えちゃった、逆でした。ちょっと修正しておいてください、頭の中で。はい。あの、みんなの、みんなの、なんだっけ。若い日を。若い日を。ね。が、日を。10人と19歳だから、いろいろね、頭がごっちゃになって食いました。はい。10年生、プレイ、大会。今日も出させていただいておりますけど、はい、明日ってね、そうですね、ステージはこれからですし、明日ビアガーデンまたね、皆さんお集まりください、ね、また、はい、夏来たら出るかも分かりません。じゃあ、はい、次の歌は何だっけ。次は上を向いて歩こうですね。はい、ウィンクするんだっけ。はい、じゃあ坂本九の大好きな歌、上を向いて歩こう、お願いします。終わない、はい、あとで怒ってください。はい、では知ってる人はね、手拍子とかもお願いできれば嬉しいかな。上を向いて歩こうという歌、これはもう一生もの歌です。ぜひ皆さんも口ずさめたら聴いたんでください。はい、では行きますか。
プロフェッショナル船堀映画祭バンドのメンバーをここで紹介させていただいたりしてもよろしいですか。はい、それではメンバー紹介は結構長めになるんでごめんなさい。まず今回初参加リードギター田辺勝。ありがとうございました。後で紹介するバンドリーダーのね相方でハリと糸っていう、グループをやってるらしくて今回特別に参加してもらいました。どうもありがとうございました、ね。じゃあ次、毎回地元に地元から来てるさっき紹介したかったんだ、まあいいか。はい、ちゅーちゃんこと西村忠。はい、そしてこの2人は夫婦だったというさっきから出てもらってます。知らなかったよね。なんだっけ、せんちゃんことせんたきゆりちゃんね、さっきのちゅんちゃんの相方です。相方です、ご夫婦です。前にお父さんお母さんもお見えになって、ありがとうございます。はい、じゃあ次ね、キーボードいきます。キーボードがすごいんだから、また野球部になんかね、野球のなんかサークルにも属してて、そして体を動かすことが大好きで、でも我々の中ではお酒が大好きで強い人です。ね、それは本当だ。クリちゃんこと森田邦子。ありがとうございます。言っちゃったごめんね。もうね、みんな知ってる。はい。それでは次、今日も川越から飛んでまいりました。まあ、飛んではこないか。電車に乗ってまいりました。はい、太蔵くん。あ、前来た前来た。はい、ちょっと叩いてみるよ、これね。面白い楽器なのよ、これ。ポンポンポンって叩くと、太鼓みたいになって。いいか。今度叩いて。今、川越でラーメン屋をやってます。ね、よかったら、ちょっと行ってくださいって分かった。はい、右太鼓、カホーン。はい、じゃあバンドリーダーが出番になりました。あ、皆さん、東都読売新聞社ってご存知ですか。読売新聞にね、取れなく入ってる新聞社が、新聞がありまして、東都読売のこの近所にありますけど、東都読売の編集長、徳さんこと徳田浩一バンドリーダー。マイク、マイク、恥ずかしい。このコーナーが一番長いってごめんね。はい、そしてラストになりますけど、僕は江戸川住んでまして、篠崎に住んでおります。加山雄三騎士街で、いろいろ動き回っております。この間も船に乗ったりしてきて、ね、竹中直人とちょっとお話をしたり、加山さんともあったりして、ね、もう長生きしましょう、お父さんお母さんね。加山雄三86歳、我々僕69歳、ね、まだまだこれから人生長いです。暑さに負けずに頑張って生きていこうではありませんか。はい、昭和の歌い人バンド船堀映画祭バンドのコーナー、ラスト1、ラスト1曲になります。それでは僕はこの歌をやりたいために歌っている加山雄三の代表作、君といつまでもいたい、言いたいと思います。よろしくお願いします。二人を夕闇が
君の